こんばんは。いつもこのライブで自分自身の考え方を深めています。ところで、竹さんがサッカー J リーグで優勝を目指すチームを作るとしたら、50メートル、1500メートル、最低でもどのぐらいタイムで走る走力を選手に求めますか？もちろんそれはポジションによって変わるだろうし、走力だけサッカーにおける強さを示すわけではないので、難しい質問かもしれません。あくまで竹さんが考える大体の目安を教えていただきたいです。まあ、50メートルは全員5秒台出せるぐらいにしておくのがまあ理想的だなとは思いますし、そうですね。まあ、5秒。8区ぐらい全員出してくれれば、まあさ、遅くても6秒0ぐらい出してくれるぐらいは全ポジションの選手に持っててほしい。まあそれは足が速いってだけじゃなくて、それぐらいの瞬発的な能力と技術を持ってるってことなので、まあ1500メートルに関しては多少レベルが高い方がいいなと思うので、できれば4分1桁台は欲しいかなと思いますね。4分1桁台もしくは3分50秒台を普通に出せる能力持ってて、しかもそれで5000ぐらいの距離までだったら、まあ3分10とか20ぐらいで押していけるぐらいの、まあ15分、6分ぐらいで走れるぐらいの持久的な能力があったらいいなと思いますけど、まあ1000どうだろうな。800をインターバル7分ぐらいで、そうね。全部2分10秒切れたらいいかな。7本ぐらい。800を7本。10分レストで2分10を切るぐらいの走力はつけさせておきたいなと思いますけどね。まあでもそれだけじゃちょっとざっくりした基準なので、あんまり参考にならないんで、他の能力もたくさん必要なのでね。110の王国だけいそうのケイジョンチャンネル始まるよ。